とびきりのリーウェイ、なんでもないサンデー、歩いて行こう。何かが始まってるはず、きっとこんな日には。アニメディア読者の皆さん、こんにちは。こんにちは、中川あつこです。この度アニメディアで連載を持たせていただくことになりました。よろしくお願いします。コーナーはコットンキャンディーというページなんですけど、今のところ私が声優になるまで、どんな経緯をたどってきたかを連載してます。これからもいろんな私が体験してきたことをいろいろ皆様に知っていただけたらなと思いますので、楽しみにしていてください。そんなアニメディアですが、実は私もアニメディアを読んでいた時期がありまして、コットンキャンディーの方を読んでいただけたらわかると思うんですが、そんなわけで私が読者だったということで、なんか親しみのある足並み、ここら辺も詳しくコットンキャンディーを見てみてください。とびきりのリーワイ、なんでもないサンデー、歩いて行こう。何かが始まってるはず、きっとこんな日には。8月21日にアルバムを出しました。ファーストアルバム、タイトルは Songs and Days というものです。全11曲ありまして、その中で初めて作詞をしたり、あと、バンドを私はやってるんですが、このアルバムの中でもドラムを叩かせていただいたりと、とてもいいアルバムになりました。みんなからの感想なんかも聞いてて、すごくリラックスできるとか、あと眠れない夜は聞くとか、すごく急に元気になるんじゃなくて、あ、なんか元気出てきたかなというような、すごく私らしいアルバムになったというお手紙をよくいただきまして、どうもありがとうございますなんですけれども、まだ聞いたことないよっていう人がいらっしゃいましたら、なんかの機会にぜひ外でも聞いていただけたらなと思います。すっごくいいアルバムになったと自分でも思ってます。あなたのそばで、そうそうそう、 It's that way、 また会えるの way、 忘れてるの、傷ついたり傷つけたり、できれば言えたらいいね。で、そのアルバムなんですが、私今年初めてシングルとアルバムを出しまして、で、今度12月1日にミニアルバムを出すことになりました。これは、デビューイヤーということで、買ってくださった皆さん、それから、ね、協力してくれたスタッフの皆様とか、関わった全ての人にありがとうという気持ちを込めて作りましょうと、いうことになりまして、ミニアルバム、タイトルはウィンターテイルになると思います。これは、5つのストーリーが入っておりまして、というのは3つの曲と、あと2つのサウンドエッセイが入ってます。これは音楽に合わせて私が自作のエッセイを朗読してしまうというものなんですが、歌と合わせて5つのストーリーが入って、1つの素敵な CD になっております。これもレコーディングもすぐ始まるんですけれども、本当にとってもいいものになりそうな予感がしています。ぜひ皆さんに聴いていただきたいな。これは1万部限定発売っていうんですか、で、ということなので、この機会を逃すと手に入らない、CD です。12月1日、私の誕生日に発売になります。よろしくお願いします。すごくいいものになりそうです。ある日、部屋が空に昇っていく錯覚に襲われた。窓辺のソファーで本を読んでいた。読み疲れたのか、何かの拍子に天井を仰いだ。これは大体どういう風に
読むっていうのはなんとなく想定して書いてる。こっち側半分はもう音楽に完璧に合ってるんですけど、うん、こっちに行ったら途中で音楽決めたんだどうなるのかわからないんです、正直。私数え間違ってます。別に2小節じゃなくてもいいんですけど、ごめんごめん、説明が悪かったよね。吐く頭だったら別に。わかりました。いいです。そりゃ無理だと思いますよ。フレーズみんな長さ違うんですから。なんか違うなとは思ったんですけど。なんか微妙な感じだったよね。ちょっと暖かい感じがしたので、そうすると多分いいと思います。はい。はい。